何やってんのこの人。え、覗き。なんか普通に、え、なんか猫がいっぱいいるんですけど、なぜ。はあ、かわいい。え、城の中何、猫入り放題なの。城の中猫入り放題なの。何これ、訓練中。どんな逆境でも、はあ、はあ、騎士団の誓いではどんな逆境でも正々堂々と立ち向かうという言葉があります。ですからこの教科の厳しい訓練も成長できるチャンスなんです。どんな逆境でも正々堂々と、はあ、はあ、あ、目はちゃんとあるんやね。目はちゃんとあるんやね。お城の中でこんなんしよったらつまみ出されそうな気がするけど。汚れた包帯を手に入れた。お、ここにも猫。え？一階はなんか猫がたくさんいるっぽい。猫がたくさんいるっぽい。一階だけじゃないんかな？城中かな？猫が好きな王様？とかいうわけではなく、動物好きかな？馬のお祭りがあるぐらいやけん。あれ王様？え、なんかどっしり構えて座っとんかと思ったらなんかせわしゅう動きよるけど。本日は絶好の好天となりまして、ファーリス杯という我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。あ、そういうレース？いや、違うな。こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。もうなんかいい王様っぽい。ん？なんだそなたたちは。今は客の相手をしている暇なのない。出直して。おう、なんだ。王子？王子ですか？父上、ただいま訓練から戻りました。そのポーズいるかな？そのポーズいるかな？なんかみんなが言い寄るような感じの、そんな良さげな人に思わんのやけど。騎士たる者、信念を決して曲げず、国に忠誠を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても、正々堂々と立ち向かう。親子揃ってそういう感じか。うん、よろしい。今日も騎士道精神を忘れてないようだな。16歳って言った。で、何、相手はしてくれるの？ファーリスよ。お前も今年で16歳。ファーリス杯では、騎士の国の王子に恥じぬ、勇敢な走りを期待しているぞ。お任せください、父上。必ずや、期待に応えてみせましょう。それでは、これにて。てか、いつもこういうの思うんやけどさ、すって間を、くぐってさ、なんか行くけど、こっちの存在は気にならないものなの。あ、あなたは、何か。何か。何その、その顔。失礼ですが、旅の方。お名前は？うん。アイラさんというのですね。何用で我が様に訪れたのです？何、顔見ただけではなんかわかる。アイナは胎児の枝を求め、サマディにやってきたことを伝えた。胎児の枝？もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか？僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を降り、下り、左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。お待ちしています。何かを感じ取ってくれたんやね。これは大臣か何か？旅の方、申し訳ないです。王様はファーリス杯のことで頭がいっぱいでして、なんかすごい焼けとるね、肌。王子様ですか？階段を降りて左に曲がった先のお部屋にいらっしゃいます。くれぐれも失礼のないようお願いしますよ。すごいね、なんかこんな、周りめっちゃ水が。あ、お母さんもおるやん。お母さんこれ。なんかこういう場所に座っとるけんか知らんけど、すごいちっちゃいね。ごきげんよう、旅人さん。私たち自慢のファーリス。なんて素敵な子だと思いませんこと？あ、やっぱりお母さんだよね。綺麗やね。当然ですわ。なんせ私たちが大事に育て上げた、たった一人の息子ですもの。ファーリスたら一時も怠らず、鍛錬を積んで、なんて偉い子なのかしら。将来が楽しみになりませんわ。親バカだな。まあでも、さっき話した感じでは、まともそうな王子なのか？ここを、降りて左。
ここか。入るよ。え、王子様に呼ばれたんですか？ひえ、それは大変ですね。王子様は中にいらっしゃいます。どうぞお入りください。え、なに？お説教？すごい重そうだな、扉。もうびっくりした、誰かと思ったよ。おう、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。なんか急にタメ口になったけど。うんうん、思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。何？レースに出てくれ、とか。君たち、虹色の枝を求めてきたんだっけ？残念だけどあれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。だけど、僕が父上に掛け合えば、きっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり、僕の頼みを聞いてほしい。何？ピキーン。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい？目立たない？よし、決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。時間っていつ？夜ならいつでもいいんすか。え、自分の部屋の方が安全じゃね？城下町の東側にあるサーカステント前ね。お、この辺赤い本があるけん読める。どうやらかなり古い本のようだ。かすれた装丁には古い文字で、ネルセンの秘伝書火の巻と書かれている。しかし内容を読んだ限り、今のアイナには関係がないようだ。後々は関係あるの？じゃあとりあえずメモっとくとかしようよ。ポジティブのすすめという本だ。立派なリーダーでありたいなら、常にポジティブであれ。という言葉があります。うじうじネガティブに悩んでいる人に、喜んでついてくる人などいませんよね。その悩みをまずは吹き飛ばすのです。地面に大の字になって寝転び、大空を仰ぎましょう。たったそれだけで、ちっぽけな悩みなど、空に溶けてしまいます。ネガティブなあなたとは今日でお別れ。ポジティブな毎日がきっと、あなたを明るい未来へと導いてくれます。こんな本読んでるの、王子。大丈夫？え、なに、根はネガティブとかそういう。やったー、王子の部屋から羽帽子ゲット。めっちゃ泥棒やん。めっちゃ泥棒やん。これやろ？サーカステント。このカラフルなやつ。これは何？おばあさんなの？あ、おばあさんなわけではない。普通に若いんか。白髪なんかと思った。壁芸人のシルビアをご存知かしら？いいえ。あらまあ、では教えてあげますわ。シルビアは世界中にファンが多いと評判になっている旅芸人ですのよ。実は私もシルビアを見るために頑張って人気のチケットを入手しましたの。ショーがある夜は待ちきれないわ。銀髪とかそういう感じかな。ん？シルビアって何？シルビアは旅芸人として有名だけど、どこで生まれ、それまで何をしてきたのか誰も知らないんだ。ま、そういうミステリアスなことか、人気の秘訣なのかもな。まあ、それぐらいの方がいいんじゃないかな。お、4ゴールドを手に入れた。あ、ここから横に降りていけるんやね。あっち側になんか。お、この辺は子供たちが、あ、馬がいっぱい飼われている。クエスト。絵の構図がね、なかなか決まらないね。こうガッとくるようなね、衝撃というかね。要するに絵はね、ガッとこないとダメだね。何を言ってんのかが全くわからねえ。あのね、僕はね、画家なんだね。何その喋り方。ガッとくる顔って言った。ガッとくる絵を描くには空想が必要だからね。だからこうして突っ立っているんだね。突っ立ってたおかげでテーマも決まってね。月の下で暴れる獣たちの共演をテーマにして絵を描きたいんだけどね。なんかね、いまいちガッとこないんだね。僕が思うにね、致命的にやっぱあれが描けてると思うんだね。バクラバ赤軍と月と夜のワイバーンドック。それに加えてビーストモード。これね、最高の組み合わせなんだね。君が連携技、ビーストモードを使って、夜にバクラバセキ君のワイバーンドッグを倒してくれたら、間違いなくガッとくるね。どうかね、やってくれるかね。私、ビーストモードとか覚えてなくね。一応、受けるだけ受けとこう。いいね、いい返事だね。今の返事もなかなかガッときたね。え、今の私のふわっとした返事が？
そうそう、ビーストモールだけどね。特定の3人が揃っていれば繰り出すことができる連携技なんだね。誰がゾーンになれば使えるのか知りたいときは強さを選んで丸ボタンを押していけば連携についてわかるんだね。それじゃガッとくるような衝撃のために一つよろしく頼むね。クエスト月下乱舞ガッとくる衝撃を引き受けました。なんだその題名なんだその題名。魔法の小瓶を手に入れた。何これ、何の案内。伝統のファーリス杯開幕迫る。王国の誇る新生ファーリス王子が初参戦。名騎士オグイは王子防衛なるか。オグイっていう人が、ん？なるほど、これが騎士道ってやつか。で、なんかもう一箇所、あそこや。あそこになんかクエストが。とりあえず、なんかめっちゃ呼びかけしよる。ん？なんてなんて、チキショー全部吸っちまった。全部吸っちまってんのにこんなもん食べてる場合じゃないんじゃない？豪華じゃねこれ。相手の人もおるん？二人分の食事がありますけど。いや、ここはサボテン酒場だよ。最近のお客さんたちの話題といったら、ファーリス杯の予想で持ちきりさ。だからここで働いているとみんなが誰にかけているのかわかるんだ。君も参考にするといいかもね。なるほど。君に話しかけたつもりじゃなかったんだけど。おっと、お客さん。もしかしてサマディ名物、サボテンステーキをご所望なのかい？もしそうだとしたらすまないね。今サボテンステーキは絶賛改良中で、ちょっとお休みさせてもらってるんだ。サボテンゴールドが持つゴールドサボテンを材料に使えば、改良をはかどるんだけど、私の力じゃ手に入れられなくてね。で、お客さんなかなか強そうだな。あんたならサボテンゴールドを倒して、ゴールドサボテンを手に入れられるかも。頼む、新しいサボテンステーキのため、サボテンゴールドを倒し、ゴールドサボテンを手に入れてくれないかい？てか、改良はいいんやけどさ、それは、その時その時、倒して手に入れんといかんのやねん。サマディ城下町にいる料理人に新しいサボテンステーキの研究のため、サボテンゴールドを倒し、ゴールドサボテンを入手してくれと頼まれた。本当かい？いやー、助かるよ。あんたのような人がいてくれるだけで、いてくれるおかげで、この世の料理は発展していけるんだ。ゴールドサボテンを落とす、サボテンゴールドは、サマディ地方のサボテンボールと戦ってると稀に現れる転生モンスターというやつでね。珍しいやつなんや。めったにお目にかかれないけど、何度も何度もサボテンボールと戦ってればきっと出会えるはずさ。ゴールドサボテンは1個でいい。それだけあれば十分試作できるよ。手に入れたら私まで届けてほしい。クエスト、美味なるサボテンステーキを引き受けました。じゃああれじゃない？レベル上げの時とかに、もしかしたら手に入れられるかもしれないっていう具合ですか。っていうかさ、あれやんね。試作はいいんやけど、それを本格的に作るとなったら、毎回それを取ってくるのは誰なんだい？おお、すげえ。さあさあサーカスを見てらっしゃい。昼間は普通にサーカス見れるの？あ、入れない。ああ、夜だけなのね。あ、かわいい！かわいい！クジャクみたい、尻尾が。さあ、見てらっしゃい。何やってんの、この人。え、覗き。おなんだよ。急に話しかけてくるから驚いたぜ。まったくびっくりさせんなよ。ここだけの話だがよ。俺、シルビアさんの大ファンなんだ。ショーを一度見てから忘れられねえんだ。それで、シルビアさんに一声かけたいんだが、この先にあっからの人がいると思うと、足がすくんじまって動けねえんだ。いや、今のままだったらあなたただの変態だけど。あの鍵のマークは何？今は行けない場所？ということか。うわ、金。扉には鍵がかかっている。ってことはもうこれであとは夜まで。夜まで休もうかな。宿屋はどこですか？なくね？え、宿屋なくね？あれか、ベッドのマークか。これだね。あったあった。こんにちは、旅人の宿屋へようこそ。お泊まりですか？それとも少し休んで行かれますか？どちらも32ゴールドになります。で、休みます。いつまでお休みになりますか？夜まで。それではごゆっくりお休みください。
泊まるとお休みするは何が違うの？よくお休みでしたね。では行ってらっしゃいませ。これでサーカス前。お、目立つなぁ。怪しいなぁ。いや、来たな。約束通り、サーカスを見ながら、例の話の続きをしようじゃないか。テントに入る準備はいいか？オッケー。よし、いい返事だ。もうサーカスは始まっているようだし、早速中に入ろうじゃないか。よし。おー、めっちゃ人集まっとる。すごいね。あ、なに？こういうテーブル席とかあるの？めっちゃいいやん。さて、お次は世界を飛び回っては訪れた街を魅了して去っていく謎の旅芸人の登場だ。シルビアってやつ？流浪の旅芸人、シルビア。また不思議な書を解くとご覧あれ。おー。出てきた、出てきた。私女の人かと思いよった。男なんや。なんか男が覗きよったけん、女の人かと勝手に思いよって。え、男よね。なんかすごい、まつげが。まつげが。すげえ、こんなん全然話に集中できんやろ。おー、え、怖っ。ナイフやん。すげえ。怖っ。客席に。へえ。あの人髪長かったんやね。短い髪の人かと思った。大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか。おお、すげえ。めっちゃ見よる。話は。みんなサーカスに夢中のようだな。ではそろそろ本題に入ろうか。これから言うことは口外しないでくれよ。ほいほい。今度、騎士たちが乗馬の腕を競うファーリス杯っていうレースが行われるんだ。あ、そこに座っとんがみんなよね。それに僕も出場するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。実は、僕、生まれてこの方、馬に乗って走ったことがないんだ。え？え？それは王様とか知ってるんじゃないの？知っててああいう感じなの？練習は？これまでは部下の協力もあって、父上や国民たちを欺くことができたが、レースに出たらいよいよボロが出てしまう。マジで？父親も欺いてたの。だけど今回は僕の16歳の誕生日を祝う大切なレース。出場しないわけにもいかず、これまでずっと頭を悩ませてきた。そんな時、君が現れたのだ。僕と同じ背格好をしている君がね。君こそ僕の影武者にふさわしい。影武者って言ったって、レースに出たら一目でバレるだろ。どうやってごまかすんだ。心配ない。王族は身の安全を優先させるため、鎧と兜を身につける。絶対にバレっこないさ。そういうね。頼む。一生のお願いだ。僕の代わりに僕のふりをして、レースに出場してくれ。頼む。結構切実な。何それ。そんなのずれっこじゃん。あゆな、こんな頼みを聞く必要ないわ。いや、でもさ、ほら、大樹のね、枝が。あれ？そんなこと言っていいの？虹色の枝が欲しいんじゃなかったっけ？うわぁ、最低。なんとでも言うがいい。手段を選んでる場合じゃないんだ。さあ、僕の代わりに出場してくれるよね。まあ、するしかね。よかった。そう言ってくれると思ったよ。レースが無事に終わったら、虹色の枝の剣は父親に掛け合うと約束する。今日は君たちのために宿を取ったから、そこで泊まっていくといい。明日になったら、レースハウスにある王族控室に来てくれ。レースハウスの入り口は城下町の西側だ。迷わないよう気をつけるんだぞ。それじゃ、僕はこの辺で失礼するよ。さっきなんか子供たちが走り回りよったとこがレースハウスって言ったよね。で、私がレースに出ている間、
王子はどうするんですか。お、めっちゃ見よるけど。え、何？敵？今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。